こういう風に撮ってみたり。あとこれのためにあなた東京いるんですか。ガチ勢やん。ガチ勢一つ。マジでこのためにおる。うっすいなぁ、いる理由が。ラジオ始めたじゃないですか。うんうんうん。あれってなんで始めることになったんですかね。自分たちが今その長崎でいろいろやろうとしてるじゃないですか。はい。で自分たちが知らないだけで、知らないだけというかメディアに露出してないだけで、そういうクリエイティブなことやってる人たちとかクリエイターの人たちめちゃくちゃ多いんですよ。その人たちとこう一緒に今協力しながらやっていきたいというのもあるし、彼らの声っていうのもその自分たちがこう発信していければいいなと思って、まあそういったコミュニティじゃないですけど、なんかその長崎で活躍する新しい力みたいなのをどんどん発信していけたらいいなという感じですね。発信するための架け橋じゃないけど、そんな感じ、そういう感じに、そんな感じです。そのラジオしてて分かったと思うんですけど、はい、ああいうリアルな声ってなかなか届きにくいじゃないですか。まあそうですね、発信してる人自体がそもそもいないですもんね。リアルな声届きにくいし、そういうリアルな声を聞きたい人たちってこう多いと思うし、その人たちにとってもモチベーションになると思うし、自分たちもモチベーションになるじゃないですか。長崎拠点に盛り上げようとしてくれてる、すごい楽しいですよね。なんでこれからいろんなそういった人たちとつながっていければいいなって。ああ確かに。あつこはレディオやったじゃないですか。はいはい。なんかどんな人たちとコラボしていきたいとか、コラボっていうか話聞いていきたいとかなんかあります？あ、話を聞いて、まあそれこそ似たようなそのクリエイターもそうですし、例えばその長崎を盛り上げたいじゃないけど、何かしらの活動を実際に行動してる人の意見をいっぱい聞いてみたいなってのもありますし、うんうん、どれぐらいの頻度でやっていきます、クリエイティブレディオ。理想は週1ぐらいにできたら嬉しいけど、そんな頻繁に多分ね、そのコラボできる方々が、いやあのね、いや理想としては週1がベストなんですけどこれ何がネックかというと、あなた動画編集しないじゃないですか。マジしんどいんですこの人動画編集しないんですよ。いやでもやっぱそのクオリティ面で言ったら、やっぱりあなたが作った方がやっぱいいじゃないですか。ちょっと褒めりゃやってくれると思ったけど。しんさんうどん好きっすよね。うん。長崎でなんかうどん食うってなったらどこ行きます？いや前はマンペイでした。はい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 、はい、もうマンペイがなくなっちゃったんで、あの駅の近くにあったね。ただ最近めちゃくちゃ美味しいとこ見つけて、大村に小梅庵ってあるんですよ。小梅庵めちゃくちゃ美味しいです。だしやばい、はい、麺のコシ最強、数々のうどん屋さん行ってきて多分一番美味しいかもしれない。うどなー行ってますもんね。うどなーの俺が言うあの長崎最強のうどん屋、小梅庵だと思う。はあ、そこは行ったことない。めちゃくちゃ美味しい。そうなんですね。ミライオンとか知ってます？ミライオンも知らない。なんか大きい図書館ができたんですよ、あの駅の。図書館、あ、駅の近くですか？駅のすぐ近くの大きい図書館で、俺も行ったことないですけど、なんか大村ってなんかいろいろやってません？めっちゃいろいろなんか力入れてますよね。これ言うとあれですけど、諫早よりだいぶ大村の方がなんか気合入ってますよね。いやいや確かに。なんか なんだろう、その 、まあ、目に見える気合みたいなのはもう目に見え、もう本当に見える形で、うん、大村は確かに。ボートレース場とか行ったことあります？ボートレース場は行ってないですね。改装したの知ってますね。全然わかんない。改装して Wi-Fi 飛んでるんですよ、無料 Wi-Fi。はい、無料 Wi-Fi 飛んでて、アイスコーヒーとかただで飲めるんですよ。ドラッグバーみたいな感じですか？そう。ただです。ずっと思ってたこと言っていいですか？はい。長崎全然知らないですよね。私、なんだかんだ知らないのかもね。長崎市内だと本当に割と結構ドライブとかで回ってる、回ってるんですよね。温泉ねー。温泉？温泉？なんで？ごめん、今温泉の話しなかったです。温泉の話はしなかったね。俺に聞きたいことってなんか逆にじゃないですか？小林さんに聞きたいこと？はい。ないっすね、やっぱり。ないじゃん。毎回言うけど、やっぱないな。ないの。全然興味示してくれんやん。興味ないんすよね。興味ない。解散っすかね。解散っすかね。解散っすかね。ありがとうございました。大丈夫かな、これ。